サンフレッチェ広島2024年 J リーグ公式戦のエディオンピースウィング広島への挿入乗車数が30万人を突破しました。浦和レッズとの開幕戦からわずかホーム12試合目でのクラブ史上最速での30万人突破となりました。それでは今季ここまでの入場者数の推移を見ていきましょう。2月23日に行われた2024年 J リーグ開幕戦の浦和レッズ戦はエディオンピースウィング広島史上最多の 27,545 人の観客となりました。第7節湘南ベルマーレ戦で2対0で快勝したこの試合は 25,515 人でした。この試合で累計 104,246 人とホーム4試合目で10万人を突破しました。第17節ジュビロ磐田戦2対0で快勝したこの試合は 25,517 人でした。この試合で累計 206,309 人とホーム8試合目で20万人を突破しました。第23節アビスパ福岡戦1対0で勝利したこの試合は 24,766 人でした。この試合で累計 304,920 人とホーム12試合目で30万人を突破しました。サンフレッチェ広島クラブ史上最多の入場者数は初優勝した2012年に記録した301,249 人がリーグ戦での過去最多の入場者数になります。今年はすでに 304,920 人とリーグ戦での過去最多入場者数を更新しました。ホームゲームは残り7試合あります。これまでのところ1試合平均観客数が 25,410 人と過去最高となっています。このペースが続けば約47万人の入場者数が見込めます。ルヴァンカップも勝ち上がっており、9月8日の名古屋戦のホーム開催が決定しています。9月からはアジアを舞台にした戦い ACL2 が始まります。 ACL2 は基本的に平日開催になりますが、街中スタジアムという特徴を生かしスタジアムを満員に埋めたいですね。